4日目。はい、もしもし。ハルト君、ごめんね。何度も電話くれたでしょ。まあ、歩みが一番見つかりやすいよね。驚かないで聞いてね。え？探偵のキビツさんが地獄送りにあったんだ。あ、そうか、一晩でキビツさん、歩み、智彦くん、三人か。そう。それから智彦と歩美も。嘘。もしもし、もしもし、聞いてる？え、あ、うん。村に出ればわかるけど、みんな家にこもったよ。午前中は村中大混乱だった。非常限界態勢が敷かれたって、さっきお父さんの部下の人が言ってた。発砲許可も出たって。女の子二人だと心細いだろ。智彦のお母さんがショックで町の病院に入院しちゃって、美咲さんも一人なんだ。実は僕も一人でさ、お母さん倒れちゃって。うわ、なんか新しい展開来そうだな。心細いから夜はみんなで集まろうよ。うん、そうしよう。今回ゆずきがあんまり働きませんね。じゃあ暗くなる前我が家に集合でいい？いや、ともひこくんの家の方がいいんじゃないかな。でも広すぎて危ないのかな。うん、行く。美咲さんにも伝えておくよ。美味しいものいっぱい買っていくから。まあまあ、最後の言葉はちょっとデリカシーがないというか、空気を読めてないというか、まあまあでもいいでしょう。うん、じゃあ夜に。美味しいもの買っていくからっていうようなテンションではないよねっていう話だよね。大変なことになったね。逆転すんのかな、こっから。なんかこう、アスカがなんだ、地獄流しにされるみたいな。みんなでいれば大丈夫だよ。いや、でもわざわざ集まるから何か逆転はあるよな。あ、なんか面白いメンバーだね。美咲さん、うんうんうん。まあそうでしょうね。神林明日香だって、あの女。美咲さんで逆転すんのか。あの女、あの女？ああ、まあまあまあ、美咲さんでしょうね。美咲！
そう、何にもないよね。唐突ってことはこれ多分ね、美咲さんやってないんだと思うな。地獄通信にアクセスしてないと思うな、こんな簡単に行くってことは。ない、あれ、ない、ない、どこ。いや、分かった。逆転するんであれば多分ハルトがやったんだな。地獄通信にアクセスしたんだな。もしくはユズキか。そうだ、ユズキ。もう結局皆殺しエンドみたいになってるけど、多分殺しに行くでしょ。まあそうですね。ってことはハルトで逆転かな。出てこい、やられる前にやってやる。これはもうね、心の声ダダ漏れですからね。来たかな。お前にも地獄少女の素質があったのかもな。何を言う、私は地獄少女だ。ようやく会えたわ、偽地獄少女陸道ルイ。ああ、退治した。すげえエンマ愛のラスボス感。エンマ愛、ユズキはどこだ。あなたの恨みがここまで強いとは思わなかった。あなたと同じでユズキも強い恨みを持っている。ユズキは殺せない、あなたにも誰にも殺せない。何？わかるでしょ、ユズキが私と同じ強い恨みを。そうか、だから私は昔からユズキに親近感を。でも恨みって何？これからどうするの？夢を叶える。ねえ、お願いがあるの。今度会ったら、ユズキに伝えて。運命に負けるな、そして私みたいになるなって。これアスカ地獄に流されたのかな。わかったわ。ああ、そんなことなかったな。三角さん、起きて、大変なんだ、三角さん。ハルト君、あ、どこ行ってたの。よかった、無事だった。
起きたら玄関が開いてて、美咲さんが。うん、陸道瑠衣に地獄に送られた。あ、ダブルさんいますか？警察っす。アスカちゃん、こっち。ん？逃がすのか？どうして？いいから。どうして？それは、止まれ地獄少女の仲間め。あー、これはハルト撃たれちゃうな。だって発砲許可が出てたって言ってたもんな。発砲許可は出てるんだ。止まらないと撃つぞ。ハルト人が、そっか、アスカを守って死ぬな。撃たれるな。逃げよう。止まれ！村上さん大活躍。止まれ！チキショー。暗くて見えないっす。当たんなかったか。こっち。当たったかな。わからんな。傷を負ったまま誘導。やだ、撃たれてる。撃たれてました。な、どってこと、あ、ないよ。さっきの質問の答え。何？ああ、自らの手でね。僕の手で流さなきゃと。発砲許可は昨日から出てた。アスカちゃんが抵抗してあそこで死んじゃったら地獄には流せないだろう。辛かっただろう。ごめんね。調べたんだ、アスカちゃんの復讐。村の習わしに原因があったんだね。だからごめん。でもアスカちゃんは父を地獄に送った。それを僕は恨んでいる。なんでそこがバレたんだろうな。ハルトにも警官にも。アスカちゃんを地獄に流して僕も罪滅ぼしとして地獄行きを受け入れる。まあ可能性あるのはキクリーとかが言いふらしたっていうことかもしれませんね。ダメだよハルト君。
それは、うん、私の地獄行きはもう決まってるの。だから無理してハルト君が地獄行きになる必要はないの。ハルト君は天国に行ってね。ダメだよ。アスカちゃんをこんな目に遭わせたのは村の責任だろう。つまり僕の責任でもあるんだ。だから寒い。視界が暗くなってきちゃった。村の責任は僕の責任でも、だからアスカちゃん一人を地獄に行かせることはしない。一緒に。ありがとう。お互い伝えたいことはまだまだあるけど、続きは地獄でね。恨み聞き届けたり、肉道類の装束、パパが残したノート、あんなものさえ見つけなければ私は穏やかに一生を終えられたはずだ。最初はそう思った。でもそれは違った。見つける運命だったのだ。見つけた後の選択を私は間違った。だからこういう結末になった。信じて行動すれば夢に近づける。幼い私にパパは言った。信じたものが歪んでいた。だからこういう終わりを迎えた。努力は報われなかった。だけど不思議なことに悲しい気分ではない。正気と狂気の間で揺れる私は最後の瞬間幸せだった。ママと同じように好きな人を見つけ、パパやママと同じく一緒に。ああ終わったな。なんかもう完全なクライマックスっていう感じの終わり方でしたが、エピローグどうなるんでしょうね。ああ、ないか、もう、スタッフロール直か。そっか。これはスタッフロール全部見ましょうか。
さあ、終わりましたね。あなたの恨み、晴らします。おまけシナリオの続きが出たぞ。見ないと地獄行きだぞ。新しいシナリオは解放されませんでしたが、セーブ中よ。電源を切ってはダメ。まあ一目瞭然のセーブが終わったわところでしょうね。次ね。そうですね、今日そこまで時間はかかってないんですけど、身をよすが一目瞭然は次回やりましょう。まあ多分新しいのは出てないですね。出てないですね。この一目瞭然だけちょっと異色な感じはしますが、まあ閻魔愛川からこの事件をどう見るかみたいな話でしょうね、多分ね。はい、ということなんで、次回はね、一目瞭然やっていきます。今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。